あのさ、お化けとか来た時にキスしたらどうなるんだろうね。くどいたりしたら怖いって思うんじゃなくてさ、可愛いねチュッとか言ったらどうなるんだろう。貞子とか脱いで待ってたりしたらさ、こっちは準備できてるよ、先シャワー浴びるとか言って成仏する、成仏しようとしたら腕引っ張ろう、まだ終わってないよ。どこに行くの、まだ終わってないよ、帰れないじゃん、返さないよ、どこに行くの。逆にかわいそう、そう、生きてる人間が一番怖いだなんて。まあそうだね、生きてる人間は欲求っていうものがありますからね。うん、3000回愛してるぞー。